おっしゃー、リオロスです。それでは本日もドラゴンクエストビルダーズ2やっていきましょう。はい、みんなに、茨の剣を持たせました。持たせられそうな子には、はい、ただ多分こいつも持てるんだと思うんだけど、このね、麦わら帽子かぶってる村人なんですけど、なんかバグなのか何なのか、このマギールさんと重なっちゃってて渡せないんですよね。で、話もできないんですよ。うん、こう仲良くジャンプするんですけどこいつにも渡したいんですけど渡せないんでしょうがないです。このまま行っちゃいましょう。よし、レッツゴー。おい、リオルス、どうやらハゴン兄弟の魔物どもがまとめて攻めてくるみたいだぜ。やば、いよいよ本格的に私たちの面ぶっ壊す気かな。もはやもうえまい、教団の者どもを返り討ちにするがよい。はい、します。で、武器を用意してくれ、装備させてよねって言われて、魔物どもと戦う準備はいいか。はい。よし、最近は暴れ足りなくて体がなまってんだ。な、嘘だこないだ散々迷子になった時ひたすら殴ってたけどね。うん、思い切り行かせてもらうぜ。スタート。え、何この視点、何この視点、何も見えないんですけどあ、え、なんでここ、なんでフロスタートなのえ、でも入ってこれないでしょ、これほっといたらどうなるのかな、このイベント戦のやつもどうなるのかな、これ。あ、今回ギズモもいる。まあさすがに行かないとまずいよね。行こうか。上からこんにちは。いた、シックジーだ。あ、いた。おらーん、おらーん。よし。いた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 。自分が刺さってる。おらーん。後ろから、後ろからこんにちは。後ろからこんにちは。なんかレベル上がりすぎたのかな。1しか食らわないんですよね、食らっても。どうやら強くなりすぎてしまったようだ。私は敗北を知りたい。痛い痛い痛い。ほらほらほら。あとどこ行った？この中か？どこ行った？あれ、いないな。あとどこ、あとどこ？どこ？そっちか。どこ行った？痛い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 。お前らどこ掘ってんだ、ほら。1しか食らわないからゴリ押しで十分だ、お前ら。なんかほら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 弱いぜ毒針が強いのかな。あー、こんなに掘っちゃって。まあとどこ、あとどこそっちか。あ、なんか増えてる。違うのが来た。マンドリルが来た。もうわけわからんほらほらほら、狭すぎてわけわかんない。時々毒針効いてんのかな。あいつで終わり、あいつで終わり。ちょっと待って、あいつどうやって倒そう。なんでこんなめんどくさいことしなきゃいけないのでも敵はあれですね、中に入るのに必死でこっち向いてくれないから余裕です。これで終わり、これで終わり。おー、また出てきた。もう雑魚なんですけど、雑魚なんですけど、ほら囲め囲め。あとお前だけだ。あ、死んだ。あー、よっしゃー、ハイタッチで。なんでジバコさんは桃貝を持ってるのジバコさん、なんで君は桃貝を持ってるのかな。レベルが上がった、10になった。スタミナも上がらない。なんで風呂場で戻なんで風呂場ああ、もうこれでここで汗を流すんだね。一人屋根の上登ってるけど、何なんだ。押すな押すな。リオルさん、またハゴン教団の魔物たちに襲われてしまいましたね。残念ではあるが、これも仕方のないことであろう。そう簡単に理解し合えるはずがない。いや、まあほっといてもいいんですけどねあるいはイベント戦は倒さないと終わんないみたいなんで。リオロスよ、
このモンゾーラ教区は総督たるヒババンゴ様が治めておいでだ。わしは所詮副総督に過ぎ。ああそっか、ボスいるんだよね、ヒババンゴ。え、ヒババンゴって名前からするとこいつがババンゴの実を作ってんじゃないの。ヒババンゴ様は今島におられるが、ご説明すれば大事のこともきっとご理解いただけるはず。いやーどうかな、マギルさんぐらいでしょう、そこまで理解があるの。完成した大事を前にわしが話をする。まずは急ぎ大事を完成させるのだ。大丈夫なので、マギル、貴様はいつビルダーになるんだ。何ドキ。そうですよ、マギルさんもこの農園の仲間なんです。私たちと同じビルダーになってください。破壊の権化たる、このわしがビルダーになるだと。考えてる考えてる、楽しいよビルダー、楽しいよ。くくく、それも面白いかもしれぬ。すぐにとはいかぬが考えておこう。うん、なんだなんだ。あ、ヒババンゴ様を倒した暁になってくれるのかな。よし、それじゃあリオラさん、お題の大農園を完成させるために次なる2種類の種探しといきましょう。持ってきてますよ。やりますよ、えいえい、おお。やっぱチャコさんリーダーでいいんじゃないかな、この村は。で、種持ってきてるんだけど、あ、今マギーヌさんとチバコさんが挨拶してた。新鮮。お前何してんの、それは。船を、風呂を覗こうとしてんの、その位置は。うひー、リオラさん、またしても教団の連中に襲われたっすね。みんな無事でよかったっす。そういや、リオラさん、チャコさんが胎児のお題を達成したら収穫祭をやるって言ってたの覚えてるっすか。すっかり忘れてた、そうだった。なにみんな、何その川に入るの流行ってんの。あそこにも2人入ってるけど、胎児の完成までもう少し、収穫祭ももうすぐっす。俺からも種探しを頼みたいっすよ。トマト持ってきてるよ。マギーさんによれば、湿地帯の東にある橋を渡った先に新しい種があるらしいですけど。こないだ迷って取ってきたよ、うん、くっ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 く。湿地帯の東には教団が破壊するまで一面のトマト農園が広がっていたと聞く。あ、やっぱトマトなんで、ね、順番的に合ってた。また先回りをしてしまった。あそこの地面にならまだ種が埋まっておるかもしれん。カルビなら探し出せるはずだ。はい、もうやってきました。トマトはキビと同じく特別な育て方があると聞くが、見たことがないゆえわしもやり方はわからぬ。ああマギルさんでもわからない。なんだろう、あと他になんだろうな。湿地帯になら知ってるものがおるかもしれん。種と共に育てたかったも探ってきてくれ。ああ、これでこの間のでっかいオークかな。それじゃあリオさん、トマトの種を30個と育て方もよろしく頼むっす。お前なんで俺が種30個持ってるって知ってるんだ。ちょうど30個持ってるよ。ああ、始まった。うひゃー、湿地帯でトマトの種を見つけたんすね。オークさんに育て方も聞いてきたんすか。聞いてない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 よ。あれ、フラグがおかしくなってる。オークに話しかけたけど、今はそれどころではないだかなんだか出てきたけどね、聞いたことになってるぞ。なんて命知らずな。でも育て方はバッチリ分かったってことっすよね。いや、知らない。聞いてない、もう一回聞きに行かなきゃ。大樹の育てるお題の種がまた一つ集まったっす。この種大事に育てていこうっす。なんかフラグがおかしいなことになってる。じゃあもう一回、じゃあ聞きに行けば教えてくれるかな。ちょ、待って待って待って、どこだっけ。ここか、そうだよね、ここだよね。そんなことになるんだ。聞いてきたんすねって言われてもわかんないよ。教えて教えて教えて。ああ、ちゃんと喋れるようになってる。あの味が忘れられん。お前、そんなににこやかな顔で大奥様に声をかけるといい度胸だな。それで何か用か。はい、種を教えてください、育て方。新しい大豆を育てるために種と畑作りの方法を探してるだと。お前大胆なやつだな。島じゃ教団の教えが信じられてることを知ってんだろ。いやあ、まあいい。お前の大胆さに免じて許してやる。ついでにいいことを教えてやるぜ。話すときは目と目を見て話そうね。どこ見てんのかな。
この辺りは昔トマト農園があった場所でな、土の中に種があるかもしれねえのさ。持ってるって。持ってるから。はは、もしもトマトの種を見つけられたらまた来い。そしたら育て方を教えてやるぜ。はい、教えてください。おお、なんでお前それトマトの種じゃねえか、しれっと持ってんじゃねえ。持ってるから聞きに来たんだい。トマトの作り方を教えたくなるような人間がようやく現れたぜ。さあ作り方を教えてやる。いいか、トマトを育てるには畑の支柱、なんか取った、その辺から。うん、盗んだ盗んだ。畑の支柱が必要だ。そのまま植えるとダメになるから注意しろ。あ、朝顔みたいなもん。トマトみたいに実が重い作物は支えるものがなきゃ倒れて枯れちまう。畑に畑の支柱を刺すことが大事なんだ。へえ。ちなみに水は土の周りに溝を作って流しておけばずっと乾かない。はあ、いいことを聞いた。うん、土の周りに溝を作って流しておけばずっと乾かない。雨が降ってりゃ水をやらなくていいが、時間が経てば乾いちまうから注意しな。雨でもいいんだやっぱり。うん、そんじゃ俺の横にある畑で一度トマトを育ててみな。畑の周はこの辺りの地面にぶっ刺さってる。取ってきて使えよな。はあ、なるほどね。支柱を立てろよ。支柱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 しまった。この間取って、あるじゃん、もうすでにここにある。ここにこれ小麦の種です。あれ、トマトの種どこやった。これを植える。こうでいいのかな。うん、ちょっと支柱やばい。もこの間根こそぎ持って帰っちゃったからこの辺なくなってしまった。わあ、あったよかった。悪い癖がマイナスに働くところだったね。少し残しといてよかった。このシチューを、持ってんじゃん。どっかに持ってんな。どっかに入ってんな。あったこれか。よしで、これを刺します。こうやって水の周りに水で囲むんだね。はいで、種植える。これでいいのかな。おっ、ひょっとしたらこれでトマトとやらが育つんじゃないか。早い。早速多くの野郎に知らせてやろうぜ。多くの野郎に知らせてやろう。見てるけどね、そこで。お前偉いぞ。うまいことトマトの羽を畑を作れたじゃないか。それでトマトが育つはずだ。リアルス、これでマギルが言ってやがった。トマトの育て方は分かったな。ところでお前、あの手つき、そのハンマー、さてはビルダーだな。戦うのか。心配するな、俺は教団とは関係ない。昔からここに住む地元の魔物だ。魔物。地元の魔物。そういうのあるの、地元の魔物。地元ティー。この島、昔、とあるビルダーが開拓したんだ。島はそいつのおかげで栄えたのさ。そいつはな、寝ぼけ顔でむっつりスケベなやつだったが、いざとなると頼れるやつだったぜ。むっつりスケベ、なるほど。むっつりスケベ。俺はそいつが作ったトマトの味が忘れられなくてな。だが自分じゃうまく作れなかったんだ。だから今はお前が植えたトマトが育つのを楽しみに待たせてもらうぜ。これ持って帰っちゃダメなの。持って帰る気満々だったんだけど今。そうだお前、島にもっともっとトマトを作れよな。俺のこの太い指じゃ植えられねえからよ。7個くれた、よかった。じゃあいいか。あとはそうだな、東の洞窟に畑を作るのに便利な肥料について知ってる多くがいる。すぐ近くだから行ってみろ。ほう、迷った時そんなとこ見なかったけどな。それとお前には特別に湿地帯のことをいろいろ教えてやろう。知りたきゃもう一度俺に声をかけな。いや、今すぐ教えてくれてもいいのじゃよ。その前になんかひらめいた。支柱か。支柱の作り方を覚えた。ですよねー。ですよねー。
別に棒なら何でもいいような気がするけどな。ダメなのかな。話しかける。うわぁ、ビルだ。どうだ、この奥様が湿地帯について説明してやろうか。はい。何？今更何？俺の後ろの灰色の岩山を抜けると密林地帯がある。そこはリリパッドの巣だ。ああ、迷い込んで行きました、この間ちょっとだけ。うん、リリパッドは人間に有効的だな。いや、え、矢撃ってきたけど。めっちゃ矢撃たれたけど。え、木を作ることにも詳しいんだ。密林にいたら話しかけるといいかもな。え、すごい 4,5 人に囲まれて矢撃たれまくったけどな。うん。でもって密林を抜けると墓石だらけの墓場半島がある。不気味でおっかねえ場所だが、半島の奥の墓場に作物の種を集めてる変わった奴がいるって噂だぜ。あ、大悟の種。かぼちゃか。あとはさっき話したヒーローについて知ってる奥だな。そいつはこっから東の洞窟の中にいる。場所も近いし、肥料があればトマト作りもはかどる。まだ行ってなかったら必ず行ってみるよな。ありがとうございます。で、主婦、あなた旦那で、これ奥さん、ひょっとしてですか。あ、でもなんか今度はこの子もなんか求めてる。あ、なんか前も聞いたっけ。あ、そうだ、あ、ま、あ、そうだ、飴持ってこいって言われてたんで。あ、キビか。キビも、あ、ただレシピを、あ、キビ持ってこい。キビ持ってたっけ。じゃあ種は持ってる。あ、全部しまってきちゃった。あ、また今度でいいです。とりあえずその東の奥を探しに行く。君たちは何をしてるの。いつも思うけど、君たちの人生ってそれでいいのねえ。いや、まあ人生というか手だけどさ。え、これ経験値入ったりする。僕ちょっと見てよ。この子たち何のために生まれてきたんだろう。これどうなの。これ配置ミスじゃないの。さすがに僕が置いたんじゃないんだよ、この茨。え、死んじゃう、本当に死んじゃう。この子死んじゃう。ちょ、僕ちょっとこの、マドハンドの人生を見たいんだよ。ちょっと待って。マドハンドの人生を見させて。あ、死んじゃった、ほら。あ、襲ってきちゃった。あー、結局僕が殴り殺すことになってしまった。あー。華麗なるマドハンドの人生を見たかったもんな。あれ、レベルってこれ以上上がんないの。もう10マックスって書いてあるけど。え、じゃあ敵を倒す意味ないじゃない。はい、まあ、とりあえず東に行こう。こっち、あのハンマー、あ、いた。え、何これ。あ、単なる木です。俺、悪い奥じゃないだ。自然を愛し、自然に愛された自然派オークだと。俺知ってるぞ。お前トマト育ててくれたんだろ。俺に俺からいいこと教えるぞ。お前野菜を早く育てたいと思ったことないか。昔人間は臭い粉を鼻毛で巻いてたと。肥やしでしょ。肥やしでいいんじゃないの。臭い子、多分肥やしと小麦で作れる。あー、やっぱりね。うん。俺あの臭い粉もう一度見たいぞ。お前臭い粉持ってきて、まずは俺に見せるんだと。あ、だからここにわざわざ作業台があるのか。はい、レシピ思いついた。はい、肥料だね。はい、ここで作るとちょうど持ってるからいけるね。肥やしの使う頻度高いな。肥やし、まあ、勝手にできるからいいけどね、この肥やしは。うん、で、話しかける。うお、この匂い、臭い子作れたのか。お前なかなかやるな。そんじゃ臭い粉、俺の寝床の奥にある畑に撒くんだと。早速実験だと。寝床の奥にある畑。おお、こんな狭いところで。で、使う。うお、あの臭い粉畑に撒いたんだな。お前臭いぞ。いや、任せといてそれはないでしょ。てか、あなた寝床、あなたの体でその寝床小さすぎない。3個ぐらいあってやっと寝れるんじゃないの、あなた。解説とお礼してやる。こっちに来るんだと。ねえ、この屋根で、お化け待ってるけど外でいいのかな。あの臭い粉土に撒けば腐葉土ってやつになるらしいと。
腐葉土は野菜が育つ速度上がる。いつもの4倍くらい早く育って嬉しいと。早いな。でも別に困ってないんだよな正直、うん、臭い粉は作物だけじゃなく木だってあっという間に育てられると。うまく使って自然派ビルダーになるんだと。ああ、木を育てられる、木を生やせられる拠点に。それにしてもお前すごいど、よくあんな臭い粉簡単に作れたな。いや混ぜただけだよねあれ多分。俺嫌い好き、素手じゃあんな臭い子やし触れない。お前ほんとすごいやつ。いやーそれは言わないでほしいなこっちだってね、仕事なんだ、仕事なんだ。うん、そうだ、すごいやつにこれやると。種5個ありがてー。実は俺自分の寝床の横で臭い粉使ってトマトを育てたかったんだと。いいの寝床の横で。けど俺綺麗好き、それに指太すぎて種うまく持てない、だから諦めたんだとおかしいと。俺自然派、自然を愛し自然に愛された自然派多くなのに。達成え、その葛藤とかその他はどうなの。畑に肥料をまいてみよう、とても早く成長するようになる。なるほど。じゃあ作れないんだよこのテーブルは。いいよね、なくても。没収します没収します。あれ、なんで持ち歩いてるんだ。あ、いいね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 。よし、じゃあ帰ってトマト作るか。うん、その前にカニ鍋の準備、カニ鍋の準備、カニ鍋の準備。はい、ここにですね、まあ一応作ってみたんですけどもね、こうやって水で囲んで支柱をやったんですけども、村人がここを耕してくれないんですよ。一応畑判定はちゃんとあって、一回引っこ抜いて解除されるけど、これ置くとちゃんと、うん、畑って判定はしてくれるんですけど、村人が耕してくれないんで、まだ何か、うん、やっぱあのクエスト、うん、クエスト進めなきゃいけないのかな、うん、ポンペの。というわけでこの牢獄にいる、ちょっとこの空中牢獄にいるポンペをね、ちょっとお話を聞いていきたいと思います。なんでポンペがこんな空中牢獄にいるかというと、こいつすぐ女子部屋で寝るんですよ何度ね直してもね、こいつすぐ女子部屋行きたがるんで、もう今ちょっとね牢獄に入れてます。はい、まあちょっとね、ああなんか変なのとちょっとしょうがない、ストーリーを進めるためにはしょうがないんで助けてあげましょう。仕方ないな。でドルトンさんは別に意味はないです最初に実験したかっただけで。まああの人はね村長になってなんか権力を持ちたがってたんで、ちょっと危険人物かなと思って今あそこにいます。はい、起きろ起きろ起きろ、ルオさん。あ、落ちた七体から手に入れてきたトマトの種早速育てようす。あ、やっぱりこいつがフラグだったんだな、うん、トマトか。トマトは見たことがないゆえ、わしも育て方わからぬ。七体で学んできた方法で育ててみてくれ。でもそういえばマギヌさん、島のことを何でも知ってるって言ってなかったっすかひょっとして案外抜けてるとこあるんすか。ドラゲンみたいな柄のローブなんか着てポンペはやっぱり牢獄行きでいいような気がする。空中牢獄、黙れ。わしはほぼ知っている、ほぼ知ってると言っただけだ。全てを知っているとは言っておらん。ひえ、許してくれっす。痛いのは嫌っすよ口や災いのもとですな。リュウルさん、確か農園地アートの多くから畑の支柱について聞いてきたんすよね。うん、よく知ってるな。それじゃ畑の支柱ってやつをうまく使ってトマトの種を一つ畑で育ててくれっす。あー、どっか近場で一回育てないとダメなのかな。じゃあこの辺の空いたところに一個、ここでいっか。このちょうど間空いてる、ここにほい。さあ、これ違う、これ何植えた今、小麦植えた、間違えた間違えた、小麦じゃなくてトマト植える。植えたよ。みんな寝てるみんな寝てるね。しょうがない、僕も寝よう。あ、とりあえず朝を待って、うん、みんなが水をまいてくれるのを待ってね。
いや。さあ、負け負け。まあ、ダメだ。みんなご飯に夢中だ。あれ、なんか、チャゴさんもなんかクエスト持ってんな。さあ、今日はみんなちゃんとご飯食べてくれるかな。どうかな。今日はなんと、当たりの人はカニが食えるよ。やったぜ。あ、カニ食ってるね、チャコさんとジバコさんとあと村人とみんな食ってる。なんで君たちはだからご飯がある席に座らないんだ。どういうことなんだ。トマトを育ててほしいっす。それは分かったから、これはあれかな、チャコさんから話を聞けばいいのかな。ちょっとお食事中すいませんが失礼します。リュウロさん、教団の魔物たちを追い払えてよかったです。あ、そっちの話。そこでと言ってはなんですが、この辺りで大樹を育てるための新しい種を探してきてくれませんか。うん、なんか墓場にあるって言ってたよね、うん、私、新しく来た農園の方からまだ見ぬ種の情報を聞いたんです。失われたカボチャの種の存在を、密林の奥に潜むものが教団に見つからぬようずっと守り続けているとか。ほう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 。じゃあ墓場の奥にいるんですね。七体の先にあるという密林の奥からカボチャの種の30個を探してきてください。オッケー。じゃあ行ってきますか。の前に、まあそろそろ、ああちょっと失敗した。の前にですね、もうそろそろ今日は時間なんで、この辺で終わりたいと思います。ちょっとねこの辺緑増やしてみました。ちょっとミミズにね、うん、なんか怒られたんで、はい、もうこれでもかってくらい緑は増やしました。ちょっとおしゃれになったんじゃないですかね。はい、それじゃあ、本日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。はい、失礼します。バイバーイ。